まず20位は、最強プーさん、あわしら。来ましたプーさん。サードで初登場してからこれまでに、いくつもの作品に登場してきたあしらさん。戦闘中であっても蜂蜜を食べるくらい、プーさん身の強いモンスだね。あの姿がなんとも可愛らしいんですよね。クエストの比較的序盤の大型モンスとして登場するプーさんだけど、実は怪異化でとんでもない強化を受けたんだ。あのプーさんが、そうそう。怪異化プーさんはクリア後最初の緊急、かつ初の怪異化クエストで出現するんだけど、それがかなり厄介な性能なんだ。どんなところですか？まずは圧倒的な攻撃力だね。これまでのプーさんだと思って舐めてかかったハンターを、ノーモーション攻撃連発でキャンプに送るんだ。そんなに凶暴になっていたなんて。それだけならまだいいんだけど、体力も超強化されているんだ。なんとマスターランクプーさんの3倍強になってて、物理的に長期戦が強いられることになるよ。3倍。強化されすぎじゃないですか。しかも破壊すると、大ダメージを与えられる怪異核も、狙いにくい位置にあるしね。体力が多い上に、ダメージも与えづらいんですか。そうそう。普段よく狙うお尻はいいんだけど、あとは頭と前足、お腹にあって、立っていることも多いプーさんだから、狙うのが厄介なんだよね。正面に立たないといけないってことですね。そうなんだよ。だから、必然的に攻撃を受けやすい位置にいなきゃいけないんだよね。そこに攻撃力が高いプーさんがいるってなると、ハンターたちは見事キャンプ送りにされるよ。もはやプーさんじゃないですね。続いて19位は、大好き、ラングロトラ。アシラさんにそっくりなモンスですね。そうそう、アシラさんと同じくサードで初登場して、いろいろな作品に出てるモンスだね。かなり厄介な相手なんですよね。確かにそうだよね。攻撃のパターンも豊富で、麻痺や悪臭攻撃もしてくるから、動きが独特で厄介だよね。消臭玉を忘れるまでがセットです。さて、このモンスも怪異化クエストでかなりの強化をされているんだよ。そうなんですか。まずはアシラさんと骨格が同じというところだね。つまりさっきと同じことが言えるよ。怪異化が攻撃しにくいと。そうそう。さらに、ラングロトラさんは、ゴロゴロ転がって向こう側に行ったりと、かなり動き回るモンスだから、隙が少ないんだ。弱点が狙いにくい上に攻撃もしにくいなんて。しかも、これまで弱点だった体力も大幅に強化されているんだよ。全体的にそこそこ肉質が硬くて、特に攻めやすい、尻、が硬いから、討伐に時間がかかるんだよね。なんて厄介な相手なんですか。ここまで苦労しても、もらえる報酬もアシラさんと同じだから、あまり借りたくないモンスだね。アシラさんになれましょう。続いて18位は、トラウマモンスター?フルフル。気味が悪いモンスですね。無印で初登場してから、数多くの作品に出てきた大人気モンスだね。あの気味の悪さがたまらないんですよね。確かに、あの見た目は誰もが震えるよね。例の捕食シーンを見たハンターの中には、恐ろしくて眠れない人もいるんだとか、いないんだとか、もはや都市伝説ですね。ただ逆に、可愛い、って声もあって、女子から根強い人気を誇るモンスでもあるよ。可愛い。そんなフルフルさんは EX2 のクエストで出現するよ。フルフルさんもまた怪異化クエストでかなりの強化を受けているんだ。どんなところですか？まずはステータス全般だね。攻撃力、スピード、体力、すべてが強化されているよ。かなり厄介になりましたね。中でも特に厄介なのが尻尾攻撃なんだ。そんなに尻尾長くないですよね。そう、リーチは短いんだけど手がやたらと速いんだ。それに加えてその威力も高いんだよ。だから、体験みたいに隙ができやすい武器を使っていると、この攻撃でキャンプ送りにされてしまうんだ。戦い方を考えないとですね。しかもマスターランクからは首を前方向に伸ばして投げ払う攻撃なんかもしてくるから、厄介な技が増えているんだ。立ち回り方を覚えます。ちなみに、怪異強化した姿が赤すぎて長い間出てないアッシュを懐かしむ声もあるとか、真っ赤ですもんね。続いて17位は、ポンキング、ロアルドロス。美味しそうなドーナツですね。トライで初登場してからスポンジ状の特徴的な見た目も相まって某有名なドーナツと比較されてきたロアルドロスさん。結構可愛い見た目ですけどね。そんなロアルドロスさんは EX2 のクエストで出現するんだけど、またここも難敵なんだ。比較的簡単そうなイメージでした。それがそうでもないんだ。まずはアグレッシブなところが挙げられるね。確かに動き回りますよね。そうそう、飛び込みや突進でうろうろしてくるから、重たい武器で挑むとなかなか攻撃ができなくて、怪異バーストをされてしまうんだ。あのダメージは大きいですもんね。しかも攻撃しやすい足の肉質が固めで、かといって頭を狙うと被弾しやすいというジレンマを抱えているよ。どっちを狙えばいいんですか。それに怪異化の攻撃力強化もあるから、被弾するとかなりのダメージも食らうんだ。なんて厄介なモンスでしょう。
ただ、弱点である頭部への攻撃、持続性攻撃は通りがいいから、結局はやはり立ち回り方によるという感じになるね。しっかり準備していきましょう。続いて16位は、復活したカニさん。英文義読み。これも厄介なモンスですね。ダブルクロス以降、登場することがなくて、今作で復活が発表された時には、多くのハンターたちが喜んだそうだよ。人気モンスなんですね。そうだね。しかも今作では、かなりの強化を遂げて復活したんだ。その上に怪異化もですか。うんうん。マスターランクで化けたのに、怪異化でさらに化けたのが、将軍ギザミさんだよ。なんて恐ろしい。まずはなんと言っても、攻撃範囲が広いことだね。特に両爪を広げて、爪を交差させながら突進してくる攻撃。通称、ハグ、はかなり厄介だよ。避けにくそうですね。そうなんだ。しかも、怪異化で攻撃力も高い上に、かけり虫受け身が使えないタイプの攻撃だから。起き上がった直後に攻撃を受けて、キャンプ送りになるなんてこともありえるよ。いわゆるハメってやつですね。しかも裂傷状態になる攻撃も使ってくるから、ちゃんと立ち回ることが重要になってくるよ。かなり難しそうな相手です。弱点部位の頭を狙うにしても、正面に立たないといけないし、宿を破壊するのも、ちょっと面倒だしで、かなりの難敵になっているよ。慎重な立ち回りをしましょう。続いて15位は、どっちがどっち？オビカガチ。電気を使うモンスですね。そうそう。今作で初登場したモンスのルナガロンと、よく間違われるモンスだね。確かに見た目そっくりですもんね。雷属性と氷属性で、使う技は全然違うけどね。なんでこんなに似てるんでしょう？骨格が似てるのもあるけど、詳しくはカッポンさんにお聞きください。そんなトビカガキさんも、怪異化でかなりの強化を受けているよ。そうなんですね。印象的なのは、聞いてわかる、体力の多さだね。そんなに多いんですか？その数値、なんと強固体だと8万超え。それって多いんですか？ラスボスのガイアデルムの体力が、7万2000くらいだよ。え？それよりも8000以上多いから、とんでもない体力をしているよね。あの小さな見た目で体力半端ないです。ただ、その分肉質は柔らかいから、攻撃は通りやすいよ。なら良かったです。かと思ったら俊敏に動き回るから、攻撃はしにくいんだけどね。忘れてました。しかも怪異化してることで、攻撃力も大幅に強化されているから、油断していたら、即キャンプ送りなんてことも。ひえー。まあでも、全身の肉質が柔らかいから、比較的どこを攻撃してもいいけどね。軽めの武器で挑戦してみます。続いて14位は、雪のゴリラ。おしゃはぎ。鬼のような見た目ですよね。そうだね。鬼のような風貌から、石器獣、とも呼ばれる攻撃的なモンスターだよ。ライズで初登場したゴシャハギさんも、怪異化でとんでもない強化を受けているんだ。やっぱりそうなんですね。一番特徴的なのは、攻撃力だね。もともと、かなり高かった攻撃力が、怪異化でさらに強化されているよ。ガンナーは元からだけど、剣士だとしても一撃で致命傷になるレベルだね。そんなに高いんですか？防御力が650くらいあっても、肉弾攻撃一発で半分以上削られて、ガンナーなら即の危険も十分あるね。高すぎ。しかも、高血やられにもなるから、回復量が落ちて余計に危険だよ。できるだけ回避しないとです。さらにブレスや、強靭の叩きつけだと、鍛えてても一発でキャンプ送りもありえるから、なんとしても避けたいところだね。ちゃんと相手を見ましょう。あと気をつけたいのは、強靭を使った、踏み込み切り払い攻撃だよ。どんな攻撃なんですか？両腕に氷の刃をまとって、素早い踏み込みから切り払ってくるんだ。これに当たると、大ダメージは確定だよ。恐ろしいです。ただ、ちょっとだけ攻撃に時間がかかるから、ちゃんと相手のモーションを見ようね。わかりました。あとは、霊に漏れず体力も強化されているから、長期戦は覚悟しておこう。回復薬をいっぱい持っていきます。続いて13位は、ヒフキ御前。ヤツカガキ。クモさんですね。ライズで初登場したヤツカガキさん。コグモの付け火ばきを使って攻撃してくるのが印象的なモンスだよね。突然こっちに飛んできたりしてびっくりするんですよね。そんなヤツカダキさんも怪異化でとんでもない強化を受けているよ。どんな感じになったんですか？まずは体力だね。トビカガキさんと同じく強固体にもなると8万を超えているよ。ってことは肉質が柔らかいのでは？残念ながらそうはいきません。爪はそもそも肉質が硬いし、弱点部位の頭もダウンしないと攻撃できないよ。なら怪異核を狙えば。それも難しいんだ。怪異核のある部位が見にくくなっているんだよ。怪異核特有の赤黒い色と、ヤツカダキの元々の口角の色が合わさっているんだ。なんてことを。だから、怪異核の破壊は諦めて、いつも通り足を破壊することをお勧めするよ。そっちの方がダメージ出そうですね。ただ、そうは言っても怪異化モンスだから、攻撃力も大幅に強化されているけどね。手の打ちようがないです。だから、怪異化モンスターの中でも、
最高級のタフネッサを兼ね備えた強敵モンスになっているよ。素材集めをするなら別のモンスを買った方が早そうですね。確かにその方が効率はいいと思うよ。ただ全クエスト制覇を目指しているハンターなんかは避けて通れないところになるね。八つ敵さんだけ諦めようかと思ってきました。続いて12位は肉弾戦必須バランゴルム。パワー系モンスですね。今作から大域参考の一体として登場した新画獣種のガランゴルムさん。肉弾戦必須の戦いはやっていてワクワクするよね。己を削り合って戦う感じがするんですよね。そんなガランゴルムさんは怪異化でえげつない力をゲットしてるよ。もはや恒例行事になってきましたね。まずは当然のように体力が強化されてて長期戦は避けられなくなっているよ。他にはどうでしょう。もともと高かった攻撃力がさらにパワーアップしているんだ。意地と意地のぶつかり合いですね。それだけならまだいいんだけど、通常個体だと冷静に対処できた火属性や水属性、爆破やられに加えて方向台、振動台が厄介で、極めつけには豪傑やられというストレスが溜まる要素満載だよ。体のぶつかり合いはどこへ。通常個体で苦手意識を持っていた人にとってはまさに化け物のようなモンスになったよね。さすが大域参考です。だから前みたいにゴリ押しでやろうものなら速攻でキャンプ送りにされるよ。ちゃんと考えて立ち回りましょう。逆になれれば動きが単調で腕も柔らかいから弱いって声もあるみたいだね。賛否分かれるんですね。続いて11位はお待たせしました、マガイマガド。待ってましたマガニャン。ライズで初登場してから一気に人気モンスになり上がったマガニャン。戦っていてハラハラする展開はやっぱり楽しいよね。狩り応えがあるんですよね。ここまで怪異化の脅威は散々お伝えしてきたけども、その中でもさらにヤバいのがマガニャンなんだ。怪異化の中でも頭一つ抜けてるんですね。そうそう。というのも怪異化と本体の性質が噛み合ってるんだよね。性質ですか。鬼火やられと豪傑やられという二つの状態異常を使ってくる上に、大鬼火恨み返しと怪異バーストという時間経過で発動する強力な大技を二つ持っているんだ。この辺の順位になると恐ろしいことしかありません。元から強かったマガニャンがマスターランクでさらに強化され、その上に怪異化で強化されているからね。強いのも当然ですよね。ただ怪異核をまとう部位は剣士でも比較的攻撃しやすくて、鬼火まといのダウンも発生するから、ダウン中に大ダメージを狙うこともできるよ。ちゃんと隙があるんですね。そうだね。だから戦いづらいこともなくてザ強敵といった感じに仕上がっているんだ。戦うのが楽しみになってきました。だからちゃんと準備をしてから仮に挑もうね。お団子食べ忘れました。続いて第10位はあの頃のトラウマ、エガレックス。人気モンスですよね。ドスのポポの単納品クエストで初登場した時にはまだハンターがそんなに強くないこともあって、数多くのハンターをキャンプ送りにしてきたトラウマモンスだね。そんな過去があったなんて。あのトラウマが強烈に焼き付いている10年来のハンターは多くいると思うよ。そんなティガさんもまた怪異化で EX5 ランクにふさわしい強化をもらってるんだ。やばい。まずはもともと異常だった攻撃力がさらに強化されたよ。あんなに強いのにさらに。しかも肉弾攻撃が多いから豪傑やられになりやすいんだ。殴りたいけど負荷で覆ってるし難しいって状況が起きるよ。どんどん体力が減りますね。まあ肉質が柔らかいのと怪異核が比較的狙いやすい部位にあるから、そこまでタフな相手ってわけではないと思うけどね。攻撃だけ避けるようにすればいいんですね。また大技の怪異バーストは少し警戒が必要で、ティガさんらしく方向のモーションでバーストを放つ仕様になっているんだ。だから通常の方向と勘違いしてバーストに直撃するなんてことも見分けがつけづらいわけですね。今作のハンターはティガさんの方向時には気をつけてと警告してくれる仕様だから、前兆を見落とさないように注意だね。ボイスオンにしなくては。そんなわけで強化力と要注意な仕様を携えたゴリ押しが難しい相手になってるよ。しっかり立ち回りましょう。続いて第9位は稲妻の反落者、ライゼックス。電気を使うモンスですね。クロスで初登場を果たしたライゼックスさん。今作では装備が優秀だということで、いろいろなところでお目にかかれるよ。そうなんですか。そうそう。詳しくはこちらとこちらの動画を見てみてね。宣伝オツです。そんなライゼックスさんは怪異化で斜め上の強化をされているんだ。どんな感じでしょうか。EX5 だけにステータスが上がってるのは当然のこととして、ゼックスさんの電化状態と怪異化のシステムが絶妙に噛み合っていないんだよ。どういうことです。怪異化特有の疲労状態、怪異鈍化状態になると電化が全て解除されちゃうんだよね。電化状態では肉質が柔らかくなって攻めのチャンスなのに、
下位以下のチャンスである鈍化時に一気に解除されるのは不都合なんだ。せっかくのチャンスなのに。しかも疲れてるくせにノーモーション突進を多用してくるから疲労状態でも気が抜けないんだよね。畳みかけることができなさそうですね。そんなわけでどんな時も基礎的な立ち回りをし続ける必要がある。今日モンスト化した下位からイゼクスなのでした。あまり無理はしすぎないようにですね。続いて第8位は最強格キソネミクニアシュ。氷属性のモンスですね。今作で初登場したイソネミクニアシュさん、通常種とは違って行動パターンが大幅に変わっていることでハンターたちを苦しめたよ。全くの別モンスだと思いましたもん。そんなイソネミクニアシュさん、下位以下は多くのハンターが戦慄したんだとか。やっぱりそうなりますか。その要因としてまずは体力と攻撃力が増加していることだね。もはや定番メニューですね。しかも肉弾攻撃には豪傑やられがついてくるから余計に体力を削られるんだ。また厄介なのが来ましたね。その上動きが素早くて立ち上がることも多いからどこか一つの部位を狙うことが難しいよ。部位破壊とかも時間がかかりそうです。だからといって下位格を攻撃しても肉質が硬くてダメージが通りづらいんだよね。攻守に優れているってわけですね。特に気をつけたいのは霊気爆発の前の滑り込みだよ。霊気爆発じゃなくてですか。そうそう、実は下位以下ミクニアシさんの攻撃の中でも特に威力が高い技なんだ。どれくらい高いんですか。体力150で防具を最終強化までしていても7から8割体力を削られるんだ。もちろん霊気爆発自体もとんでもない威力だね。威力強すぎませんか。というわけで独特の動きと隙の読みにくさからサンブレイクのモンスターの中でも最強格なんて評価するハンターもいるんだとか。確かにそういうのも納得です。続いて7位はイケメンモンス、リンオーガ。かっこいいですよね。サードで初登場してからそのかっこよさと戦っていて楽しいということで大人気のリンオーガさん。すごく狩りごたえがあるモンスですもんね。リンオーガさんは下位以下でもどかしい超強化をされてるよ。リンオーガさんならもはや嬉しい。まずはなんといっても時間がかかるというところだね。そんなに時間がかかるんですか。下位以下モンスは怒り状態になることで複数部位に大ダメージを与えられる下位格が出現するんだけど、ジンオーガさんが怒り状態になるのは状態伝状態の時だけなんだ。あ、だからジンオーガさんの帯電蓄積を待ってそこからさらに怒るまで待たなきゃいけないんだよね。それは時間がかかりますよね。その上下位以下によって攻撃力と体力が強化されているから下位格の大ダメージも期待できず長期戦不可避の相手になっているよ。回復や区切れでキャンプ送りとかありそうです。こうしたストレスの溜まる仕様によって一部ハンターからはクッモンスじゃねなんていう超人気モンスターにあるまじき評価がなされているとか。ジンオーガさんファイト。続いて6位はモンハンの顔、ミオレウス。超定番モンスですね。無印で登場してからずっとモンハンに登場している、誰もが知るモンスだよね。かなり害悪だったなんて噂もぼちぼち聞きますけどね。それは初期の頃だね。空から降りてこないから害悪モンス認定されていたリオレウスさんも下位以下で超強化を受けたんだ。とうとう日の目を浴びる日が。まずは下位以下ならではの高耐久力と高火力の2点セットだね。ここは欠かせませんよね。 HP はなんと9万超え。歴代作品を見てもここまで体力あるのは数えるほどしかいないんだ。ラオレウスですか。しかもそれに加えてマスターランクの多様な攻撃モーションが加わるから余計に厄介だよ。かなり強くなったんですね。特にブレス系の攻撃は厄介で滑空しながら地面を焼き払う攻撃なんかは一瞬で体力を削られるから要注意だね。あの攻撃は避けにくいんです。しかもリオレウスさんが下位鈍化した後も油断ができないんだ。疲労状態のリオレウスさんはノーモーション突進を連発してくるんだよね。ゼクスさんのパターンですか。しかもそこに豪傑やられも発症するから下手に攻撃をしようとすると大ダメージになるんだ。ちゃんと立ち回ることが必要ですね。そんなわけで王者たる評価を手にしたリオレウスさんでした。レイヤーさんも惚れ直します。続いて第5位は被害者常連、ラーゲン。ラーさん、なんと固有にも匹敵するという超攻撃的生物も下位化してしまったよ。その危険度は凄まじくてなんと EX6 に指定されてるんだ。生態系乱れますよ。ただ攻撃力もとても高くて終わりまで気が抜けない相手なんだけど EX6 のモンスの中では比較的倒しやすい相手にはなってるよ。どうしてでしょう。まず通常個体で厄介だった腕を赤くして攻撃を弾く陶器効果状態が弱体化して下位強化状態の解除でも陶器効果を無効にできるようになったんだ。それはありがたい。普通は尻尾を攻撃して解除だからね。もちろんその解除までは弾かれが即落ちに繋がってしんどいけど
部位とか関係なく、普通に殴ってればいいのはありがたいよ。そこはメリットですね。そして、カイイカラーさんの逆風となっている、もう一つの理由は、歴戦のハンターたちが、みんなラーさんに慣れすぎてることだね。アサシ。そう、法の恐竜化と極限個体、クロスの獰猛神ワールドの歴戦の個体と、ラーさんはほぼ全ての強化を受けてるんだ。さすがは公式のお気に入りです。だから歴戦のハンターにとっては、ライズのラーさんは弱めと言われる中、攻撃も引かれないし、体力もソロで10分程度で削れる個体は、比較的楽に倒せるってことだね。しかしあらゆる被害に遭ってるんですね。そうだね。個体数が少ないと言われる中で、ゴアさんやキュリアの影響を受けまくってるから、ラーさんが絶滅しないか心配だよ。たくましく生きてます。続いて第4位は、生きる爆撃機。バゼルギウス。バゼルさんまで。ラーさんと同じく、固有級とも言われる強モンスだね。そんなバゼルさんでも、キュリアの牙には勝てなかったよ。噛まれたら爆発しそうです。カイイカバゼルさんは、体力が大幅にアップしてて、火力もとんでもないことになってるんだ。一撃がでかいですよね。そうそう。しかも、爆輪中心の攻撃だと、高血やられになりにくいから厄介だね。ただダメージが大きいだけですね。そして噛みつきなどの小技も使うから、いつの間にか体力が減ってることもしばしば。気をつけましょう。そんな強敵のバゼルさんだけど、やはりというか弱点もあるんだ。なんでしょう？やっぱり動きが遅いことだね。そしてライズからは、爆輪の方向も規則的になって読みやすいんだ。避けやすいんですね。さらに、カウンター技の充実してるサンブレイクの環境では、バゼルさんの肉質が柔らかいのもあって、カウンターのおやつにされてることも、ミセプに向いてますね。武器種にもだいぶよるけどね。まあ体力も攻撃も高いから、気が抜けない相手なのには変わりないよ。EX6 の割にって感じですか。というわけで、4位にバゼルさんがランクイン。上位は化け物ですか。なお、グレンバゼルさんほど、弾の通りがいいわけじゃないし、むしろ渋すぎるから、ライトとかで行くと思ったより時間かかるよ。相当戦術練らないとですね。続いて第3位は、病のダブルコンボ。ゴアマガラ。ゴアさんまで？法では恐竜賞をばらまく、元凶として対決したゴアさん。サンブレイクでは逆に、キュリアに負けてしまうことになるよ。ゴアさんでもダメなんですか？そうなんだよ、さすが固有型知ってた虫だよね。どんだけ厄介なんですか？さてカイイカゴアさんは、豪傑やられだけじゃなく、本家の恐竜賞もしっかり使ってくるよ。ダブルで来るんですね。そうそう。この攻めなきゃ克服できない、厄介な状態異常密がめんどくさいね。攻めないと不利になる一方ですか。そして恐竜賞の効果なんだけど、発症すると自然回復がなくなって、非ダメージが増加してしまうんだ。そんな効果でしたね。カイイカ個体を相手にして、これにかかるのはやばいから、的確に攻撃をぶつけていきたいね。頑張ります。また、攻撃も軸ずらしがなくなった代わりに、強い技を積極的に振るようになったから、攻め込む隙もなかなか見せない強敵なんだ。隙がない。さらに、肉質も硬化してて、頭と首以外には弱徳が入らないから、火力を出すのが若干面倒になってるよ。どうすれば、触覚をむき出しにする、恐竜化状態を解除すると、ダイダウンが取れるからめげずに攻めよう。攻めぎ合いになるわけですね。恐竜賞も克服さえすれば、会心率が上がるからね。というわけで、シンプルに強敵なゴアさんが3位。気合い入れて臨みましょう。続いて第2位は、毒ナス。エスピナス。ナスさん。フロンティアから逆輸入されたナスさんだね。ストーリーではナスさんの毒で、キュリア患者の抗体を作ってたから、カイイカにならないのでは、と言われてたけど、漏れなくカイイカとなりました。キュリア毒が強すぎます。さて、カイイカナスさんの強さといったら、猛烈に増した攻撃力だね。突進を食らうと剣士でも危ないし、麻痺や毒も絡めてくるから危険極まりないよ。根性があっても貫通してくるからね。最悪の相性ですよ。そして、怒ってないと肉質が硬く、怒るとめちゃくちゃ柔らかくなる仕様が、カイイカと悪い方向でマッチしてるんだ。確かに、カイイ強化を解除すると、多くの場合は攻撃チャンスなのに、ナスさんの場合は硬くなってしまい、ダラダラ攻めることになってしまうよ。怒りが解除されるんですね。そういうこと。まあ、それを見据えてなのか、怒るタイミングはかなり早いから、クソモンスヒットってことではないよ。それなら安心です。そして怪異強化になりやすいということは、危険と隣り合わせな一方で、モヤを狙いやすくダメージを稼ぎやすいね。確かにそう言えますね。あとは基本体力も低めになってるみたいで、肉質が柔らかいうちに一方的にはめて倒すこともできるんだ。怪異等級クエでは今流行ってる、ディアバゼに次ぐ周回クエとして、ナスバゼが流行りつつあるんだとか、一大ブームですね。というわけで、危険と隣り合わせながら、効率周回の可能性も見出されてるナスさんが2位にランクイン。やばいけど適切に使えば便利って、まさに毒ですね。
そして流行る第1位は、めんどくさい。ヤツカダキ亜種。アサシ。通常種も厄介なことで有名な、ヤツカダキの亜種が EX6 だよ。そういえば飛び級なんですよね。そうそう。通常種が EX4 だから、2段階飛ばしてることになるよ。どんだけ強いんですか。さて、海以下ヤツカダキさんといえば、体力が高い割に肉質が硬くて、やたら時間がかかることで有名だけど、ヤツカダキ亜種さんもタフで、全モンスの中でも2位の体力みたいだね。子供を使った範囲攻撃もあるし、倒すだけでも一苦労だよ。さらに通常種でも問題だった、足以外のモヤ破壊の難しさもあって、相手の動き次第では、思った以上にダメージを稼ぎにくいんだ。これは厄介ですね。ただ、ヤツカダキ亜種さんにも、明確な弱点があるから隙をついていこう。なんでしょう？通常種よりは肉質が柔らかいことだね。糸をまとった足と眉化した腹部が、結構柔らかいんだ。足に弱毒が入らなかった通常種と違って、火力は出しやすいと言えるよ。若干防御面薄いんですね。そうそう。そして、属性の通りも、通常種と比べて若干良くなってて、水属性で攻め切ることもできるんだ。それなら体力増えてても気になりませんね。まあ、攻撃が通ると言っても、ギリギリ弱毒判定が入るくらいで、とても柔らかいってほどではないけどね。アサシ。環境生物の色づき虫や、溶岩銅の噴出光もフルに使って、ガンガン攻めていこう。あるものは何でも使いましょう。いやー、こうしてみると、強いモンスばかりでしたね。海以下で強化されたモンスは、たくさんいるからね。皆さんが強いと思うモンスも、ぜひ教えてくださいね。右上の Twitter のフォロー、チャンネル登録も、してくれると励みになります。サブチャンネルのチェックもお忘れなく。それではご視聴、ありがとうございました。